多くの気持ちを伝えました。福島県の佐藤知事は、震災と原発事故の後、東京都から様々な支援を受けていることから、感謝の気持ちを伝えようと、東京都庁に猪瀬知事を訪ねました。この中で猪瀬知事は、福島県に対して、これまでに495人の市の職員や OB 職員を派遣するほか、都民や都内に住む人が福島県を観光で訪れた場合、一泊につき3000円を補助し、観光客を増やす支援策を示していることを説明しました。福島から送られた電気を使ってきた東京として、自分を続けるのは当然の準備だ。都民が福島のことを常に知っていることが大切だと述べ、最高裁判所は、殺人などの犯人に問われているのを誇り、明確な犯行で、特刑はやむを得ないとして、いずれも死刑を言い渡しました。平成16年に東京新宿の事務所で、振り込め詐欺グループの仲間割りからメンバー4人が暴行されて死亡して、いずれも無職の清水